噂のエンゼルス170キロ男投げ方がそこそこ特集。エンゼルスの170キロウォーワンルーキーベン・ジョイスが衝撃のメジャーデビュー。今日の試合で投げた12球のうち11球が100マイル超え、最速は 164.4 キロ剛速球を連発。課題の制球力も12分の11がストライクと問題なし。苦しむ中継ぎ投手陣を救う活躍に期待だ。夢じゃないよな、エブスキー。エンゼルスこんな FA 役隠してるのか。これは歴史に名を残す選手になるかもね。なんだこいつ、サイド気味のスリックオーサーか。それでこんなスピード出るのか、化け物じゃねえか。170キロって聞いてたからてっきりオーバースローやと思ってたらいきなり横から投げ出してたまげたわ。それなしともこの強いしマジでビビったわ。普通にいい球だよね。シンカー系で100マイル出るし、これからだけど怪我なく過ごせばそれなりの成績も出そうだよね。102マイルであんな動いたら当てんよ。初球からすごかったが、しかしカットボールはあっさり打たれてたの見てメジャーのバッターもやはりすごいな。毎日が超人たちの祭典だな。デビュー戦で堂々としすぎてすごいな。翔平という名のスローボールピッチャーの手に本格剥がれてくるのエブスキー。大谷さんスローボールピッチャーにされってさ、コントロール結構ええ。制球なんて聞いたけどめちゃくちゃええやん。大谷もアンド名前が面白いから活躍してほしい。ベンジョイス、メンザから上がら。テネシー大時代から背番号44のベンジョイス、今回投げなかった模様だけど150キロのチェンジアップ放れる。あとおそらくションベンカーブも放れるはずわら。さあ、球速差があってションベンカーブだったとしても力になりそう。故障しなければ右のチャットマンになれそう。藤波みたいなもんって聞いてたからドキドキしてたけど普通にいいじゃん。ビギナーズラックじゃないことを祈る。ほんまそれ、次の登板が一番大事だったりする。160キロ投げられてもスローボールピッチャー170キロ投げられる代わりに肩掛けバッグを肩にかけられなくなる呪いにかけられてると思う。は8回の男になってくれたらエンゼルス後半戦はかなり勝ち星伸ばせるかも。投手陣で散々言われてきたエンゼルスはここに来てジョーカーを切るとは、こんなに楽とは思わずワクワク止まらん。期待してない。大谷君エンゼルスで優勝してくれ。